ね、あとまあなんか日中ちょっと今日、まあ、旅行に行きたいとかちょっと言ってらっしゃいましたけれども、はい、やっぱりちょっと多少これから、ね、お子さんもちょっと大きくなってお時間っていきますけれども、うん、そうですね、はい、どうですか。はい、あの、なんでしょう、結婚したら、女の人と結婚したらもうゴールってよく言いますけど、全然ゴールじゃなくて、そこから子育てもあるし、実は子育てからまた今寿命が伸びてるので、そこから20年も30年も人生があるので、やっぱりそれは楽しく充実して生きていきたいなと思います、うん、先ほどちょっとあの女友達と旅行に行きたいっていうのを知ってらっしゃいましたけど、はい、ご主人とは行かれないですか。ご主人ね、街とか歩いてると目立っちゃってこう気楽に旅行に行けないんですよね。あの、私女友達だと別に普通にもう全然デパートにいても何しても全然別に普通にいるので、はい、あ、やっぱり目立ちますか。大きいからなかなか、じゃあお二人で歩くっていうのはなかなか日本では難しいですか。あ、そうですね、はい、海外の時はね、はい、なんか夫婦で賞もいただけたらみたいな話出ましたけど、あ、いや、なんかあの司会の方がとてもいい感じでっておっしゃってくださった割にはそういうものもいただいてないなとそう思われてないんじゃないかなと思ってもしいただけたらツーショットで出てきたりとかってあるんですか。はあ、いや、多分彼が嫌だと思うでしょうね。テレアさん、彼の美意識が許さないと思なんかこうやって囲みやられるのもなんかあんまり記憶がないというか、フォトミさんの。あ、私ですか、はい、あ、あります、こういったそういうなんか囲みというか。あんまり、はい、ないのですごく汗かいてますこれもどうですか、あの、まあ、改めてちょっとこうなんかこうリポーターがこうグッとこう、ね、悪いことしたというかないですけどこうやってマイク向けられるっていうのはいかがですか。はい、あのちょっとドキドキしますけどでも今日すごく紳士的に聞いてくださってるのでありがとうございます。すみません、フライヤーの中で、はい、女だって叫びたいってコメント書かれてましたもんね。あ、はい、今毎日そういう瞬間あるんですか。瞬間ですか。女だって叫びたいとかってあるんですかね。いや、あの映画の中でやっぱりこう、なんだろうな、そのヒロインの女性もそうですし、逆にこう、あ、ここにはないか、ほら、迷える主婦とか、やっぱり主婦ってカテゴリーにされちゃうんですよ、どうしても。だから、いや、主婦っていう肩書きじゃないですって、一人一人の女の人ですっていうことを、なんかこう、まあ、私自身も、あの、主婦も主婦ですって言っちゃうてるからなのかもしれないんですけどね、うん、なんかその辺の女の人の意識というか、そこはもっとオープンにしていったらいいんじゃないかな。あの、例えば子供のママ友同士で誰々ちゃんのママとかってよくあるじゃないですか。でも私の友達はみんなファーストネームで呼ぶんですね、誰々ちゃんのママって呼び合うことはなくて、そうすると子供たちもお友達のお母さんをファーストネームで何々さん、花見さんとか、誰々ちゃんのお母さんの何々さんっていう風に、割とそういう風にやっているので、そうするとやっぱり、あ、私はママじゃなくてほなみなんだっていう気持ちっていうのは、なんかこのいくつになっても女の人として、うん、持っていきたいなと思うし、こういう風にこの人は主婦とかよく街頭インタビューでお母さんとか、ああ、あんたのお母さんじゃないとかじゃないですか。なんか そういうものをもう少しこう、なんだろうな、まあ、男性も女性もお互いに、個人個人を尊重していけたらいいなと私は常日頃思っているので。ご主人に叫びたくなる時ってあるんですかね。いやそこは多分尊重してもらっているので、はい、おかげさまでこれからお時間できてくると、またお仕事とか結構増えていくような感じですか。あ、そうですね、でも自分のやってみたいことでどんどんやってみたいと思います。はい、例えばこれからお仕事的にはどんなお仕事やってみたいという感じですか。役柄とか。役柄、でも役柄は本当にいろいろ
やってみたいです。それこそいろんな映画を見たり、いろんな舞台を見たりすればするほど、 あれもやりたい、これもやりたいってどんどん思うことはあるので、そうですね、今結構まあ戯曲なんかも読んでみたりとか、いろいろこう自分の興味を広げているところです。じゃあこちらでおしまいで。ラブストーリーもやる予定は？ラブストーリー、それはそう作ってくださる方がいればはい、ぜひ作っていただきたいと思いますけれども、はい、お願いします。はい、お願いします。他には大丈夫ですか？じゃあこちらで終わりにさせていただきます。